よろしく。変わり者だな。この魔法をお前に託す。生きて帰ってきてほしい。すまない。監禁を頼みたいのだが。なあ、あいつって。うわ、バンシーじゃねえか。おい、早く監禁しちまおうぜ。近くにいたら俺らまで呪われちまう。あ、フィリビスさん。お前はレフィーよ。フィリビスさん、探してたんですよ。探していた、だと。はい、フィルビスさん、今から私とワイン作りに行きましょう。は？ワイン作り？だから、いつまでついてくるつもりだ。そんなこと言わないで行きましょうよ。農業系のファミリアでワイン作りの体験会をしているところがあって、なんとブドウ踏みが体験できるんですよ。桶いっぱいのブドウを踏んで潰すんです。楽しそうじゃないですか。今を逃すと次は1年後なんです。だから一緒に行きましょうよ、フィルビスさん。だったらファミリアの仲間と行けばいいだろう。私と一緒にいるよりその方がずっといい。いえ、フィルビスさんと一緒がいいんです。聞けばディオニュソス様は大のワイン好き。眷属であるフィルビスさんも興味があるかもって思って。確かにあのお方はワインをたしなまれるが、私は特段興味はない。そう、何もフィルビスさんが飲まなくてもいいんです。フィルビスさんが作るのを手伝ったワインをディオニュソス様に飲んでいただく、これならどうですか。私が手を入れたワインをディオニュソス様に。ええ、フィルビスさんがブドウ踏みをしたワインならディオニュソス様もきっと喜んでくださいます。私が素足で踏みつけ、足で、裸足で、生足で。フィルビスさん、絶対絶対ダメだ。踏みだけは絶対ダメだ。そんな、どうして。ダメだダメだ。私が踏んだものを主神に飲ませるなど言語道断。私は汚れている。ただでさえ汚れている私が素足で足毛にしたものを飲ませる。そのようなものなどディオニュソス様のお口に入れていい代物ではない。あの、フィルビスさん。ダメだダメだダメだ。背徳感、背徳感しかない。フィルビスさん。なんだレフィーよ。あの、フィルビスさんが踏んだものを飲ませるのがダメだというのなら、他の方が踏んだものをディオニュソス様が飲むのはいいんでしょうか。そもそもワインって誰かが踏んで果汁を絞っているものですし、人の足で踏んだものを神の口に入れるというのは変わりないのでは？なんだと？どこの誰とも知れぬ下船の者が足毛にしたものをディオニュソス様が飲んでいるかもしれない？だと？ならばせめて私が踏んだものをお飲みいただく方が安全。眷属たる私が手ずから作ったものを献上すべき。もしや、まと
雨に踏みしだかせたブドウで酒を作る。その背徳感にこそ神は価値を見出しているのでは。あのフィルビスさん、下界の者には考えもつかぬ神々の遊び、それこそがワイン作りとでも言うのか。集え、今こそ集え、汚れなき乙女たちよ。そのたおやかなる穴裏でブドウを踏みしだくのだ。そうだ、前へブドウの腹の上を舞い踊るのだ。お前たちのかぐわしき足の香りをブドウにすり込むのだ。裏若き乙女の足、その方向、これのなんと素晴らしいことか。背徳こそ美酒の精髄、天界では決して味わえぬ快楽だ。そんな、ディオニュソス様。すまないレフィア、つい取り乱してしまった。いいえ、落ち着かれたようで何よりです。とにかく私などを誘う必要はない。お前には仲間がいるのだから。フィルビスさん、それに私と一緒にいたらお前にまで悪評が移る。私なんかに構うことはないんだ。わかったな。それじゃあこれで。待ってください。私、フィルビスさんと一緒に行きたいんです。だが、私といたところで嫌なんです。ちょっと目を離したらフィルビスさんはすぐ一人になろうとするから。私はフィルビスさんがどんな方か知っています。強くて、優しくて、美しくて、誇り高い方です。でも、それだけじゃないはずです。フィルビスさんには素敵なところがもっともっとあるはずです。買いかぶりすぎだ。いいえ、そんなことありません。それに、言ったじゃないですか、あなたのいいところをこれからいっぱい見つけていきますって。それはだが、私と一緒にいることを許可した覚えはないぞ。ダメとも言われてません。だから、付き合ってください。付き合ってくれなきゃダメです。私のフィルビスさんのいいところ探しに。私と一緒にワイン作りに行きましょう。お願いですから、ね、ね。お前は本当に変わったエルフだな。え？降参だ。今回はワイン作りでも何でも付き合おう。本当ですか？やったー！やりました！ワイン作りか。私がディオニュソス様のために作るとして、やはりお前は神ロキのために作るのか？やっぱり出来上がったら私たちだけで飲みましょう。きっと美味しいし楽しいですよ。だから完成したらもう一度二人で集まりましょうね。まったく、私なんかに執着してもいいことなど何もないというのに。こっちですよ、フィルビスさん。さあ早く。わかったわかった。
今行くから本当に変わったエルフだ。レフィーヤは優しいな。私を買い物に誘ったりなど。もう少し早く出会えていれば変わっていたこともあるかもしれないな。ワイン、ワイン。ディオニソス様への感謝の気持ちを伝えたくて探しに来ては見たものの、あの方へプレゼントできるほどのワインがパッと見つかりはしないな。最近レフィーヤからリトルルーキーへの憤りを熱く語られるのだが、私にはわからないな。そうだな、考えたこともなかったが、レフィーヤみたいになりたいものに対して愚直なのは惹かれるものがあるないや、そう思ってしまう自分がなんだかおかしくてな。誰か一人を置いて遠くへ行ってしまう、そんなファミリアは嫌だな。残された一人はいつまでもずっと自分を責め悩み続けることになってしまう。ワインに狂ってしまう時期があることを除けば誰よりも立派な神です。私のことを誰よりも気にかけ、よくしようと思ってくれていたのは知っています。とある神が焼くジャガマル君が美味しいらしい。ぜひ今度レフィーヤと共に食べたいものだ。言ってくれるだろうか。ディオニソス様が協力しろと言ったから一時的に協力をしたまでだ。ただレフィーヤとは今後も一人の友人として関わっていきたいとは思っている。